して。はい、撮影終わったから遅めの昼ご飯作っていこうと思います。今日は初めての野営地なんかなソウルキャンプです。バイティアチャンネルママです。ちょう湯沸かさながね、さっき、はい、ちょっとかな、ちょっと初めて一人でエゾマク貼ってみたんですけど、ちょっとサイドがちょっとよれてしまったね。でも朝から出発してしんどいからもうそのまま行こうかなって。で今日はちょっと寒くなるかなと思って、ずっとやりたかったエゾマクに薪ストーブ入れてみました。ちゃんとできるか不安ですけども、ちょっとやってみようかなって思います。寒い、ここはキャンプ場というか自然公園みたいなところなんですけど、結構人いっぱいおってびっくりしました。怖かったけど安心した、ちょっと。お昼は簡単にね、辛ラーメン食べよう思ってます。もうソロキャンプは簡単に限るよ。公園でもえらい違いですわ。よし、じゃあ卵入れていこう。あ、お卵やば、かわいい、めっちゃいい感じ、かわいいよ言ってね。投げとったら、はい、できました。汁がもう
汁が干上がってしまった白飴双子バージョンです。卵双子バージョン。乾杯。パパさんが来た時は2組しかいなかったみたいなんですけど、今日はもう多分10組ぐらいいますファミリーの方もおられるんでちょっと安心かな。しかもなんか今奥の方で銃声パーン言うて、多分これクルミの木あって、それがもうババババババって落ちてきてビクーだってそれでかな、めっちゃクルミ落ちてる、うん、めっちゃクルミがある。うん、うまい、うまい。はい、自分のサイトのギア紹介ちょっとずつ紹介していこうかなと思ってます。で、今回はプラテンディートさんで見つけたこちらのナップさんのティーヒーターのごとくです。これめっちゃかっこいいからちょっと使ってみたいと思います。ナップさん、このごとくはあのティーヒーターにこうはめて上でなんか温めれるようになってるんですけど、今までティーヒーター自体あんまり使ってなかったから、これがあったらなんか温めるのにも使えるかなと思って、ちょっといいなと思って買ったので、あとはね、ここのね、ちょっと星柄とかなんかメルヘンチックな部分、これで隠せるんですよ。かっこいい急にかっこいい。はい、で今日はここでちょっとホットワイン温めて飲みたいなと思って持ってきました。で、これはあのほんまにちょうどハマったんですけど、あとはシラカップもこうやってほらちょうど乗る、ここちょっとクッと上がってるからズレ防止にもなってます。これは便利。こちらはあのスペースショップで売ってるのと、あと実店舗はフラテリートさんのみで今は販売してるみたいですので、皆さんチェックしてみてください。ちなみにあの糸さんではもう速攻売り切れたみたいです。私たまたまこれ入荷した日にたまたま糸さんに行って、なんそれってなって
買えたんですけど、もうそっからもうすぐ売り切れちゃったみたいなんで、ちょっとベースの方覗いてみてください。さすがもう一瞬であったかい。ちょっと寒くなってきたからね、ぼちぼちワイン温めて始めちゃいますわ。噛むよね、うん、始めちゃいますわ。もうね、一人でしっぽり。いや、ほんまあったかいよ、ティーヒーター。温まるわ、これソロやったらこれで十分じゃね、ほんまに。これ横あったかいけど上あったまんの、これ。あったまるわ、あ、熱っ。ちゃんとあったまってます。はよ飲みたいばっかりにこう焦る気持ちが。今の間に育ってきた環境が違うから言うてね、あのセロリ昨日糸さんにお裾分けしてもらったんで、おつまみ作ろう思います。セロリ好きですか？このままこうつけて私ガボってかじりたいのよ。一回やっていいですか？ちょっとその前にね、あのドレッシング的なのちょっと初めてやってみよう思います。はい。マヨネーズと、ちょっとホリニシと、これぐらい？で、この燻製塩、ムックさんの、もくもくソルト、ちょっとひとつまみね、入れて、混ぜて、あ、これはうまい。あ、止まってきた。熱いよ。これ唇持っていかれるやつやで。あつ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 。ちょっと冷ましつつ。かじっていいですか？うまっ。これやばい、めっちゃうまい。え、うまっ。これはうまいぞ。あー、あ、うわー、最高や。もう一本持ってきてよかった。
さあぼちぼち寒くなってきたから、ちょっと薪ストに火入れしていきたいと思います。いつもパパさんからどんなもんか分からへんけど、いつも焚き火台でつけるみたいにやったらいいんかな。こんな感じで、炭に火もついたし、今日はちょっとずっと気になってたこの骨付き鶏スパイスパウダー、これで手羽先多めにかけといたんで、これを焼いて食べようかなって思っております。皮目の方から。これ絶対美味しいやん。これ絶対うまいやつ。これ絶対うまいやつ。はい、上手に焼けました。はい、めっちゃ美味しそう。これ絶対うまいで。日本酒の方が合うんちゃうか。飲まへんけど。じゃあちょっと食べようかな。いただきます。これうまい。あ、めっちゃ美味しい。え？うまっ。あ、これはうまいわ。それはうまいわ。美味しい。普通に合うわ。ワイン。
まい。寒くなってきたからホットワインまた温めようかな。300ぐらいだっけ。全然見えへんねんけど、これぐらいかな。ホットワインスパイス、これでちょっと美味しいやつ飲みたいと思います。で、このスパイスが入った、まあ、ハーブやらなんやら入ったティーバッグが入ってるんで、これまず入れます。で、これだけのザラメ、そしてこの中にレモンのスライスが入ってんねんな。かき出し醤油がもうめちゃめちゃうまい。かき出し醤油が、はい、あ、熱すぎるな。うまい。シナモンの香りがほんのりして、最高やな。みんな楽しそうやな。あれよう見たらなんかソロキャン私だけのような気がするな。このシェードのピンク加減すごいな。だってコロニスタめっちゃピンクや思ってたけど、めっちゃピンクやもん。まああのゴールゼロのあのピンクのカバーしてるからやけど、真っ白なシェードがこんなピンクになるっていうね。一個だけなんか雰囲気ちゃう。すごいピンクやもんな。しかし虫もすごいな。虫めっちゃおんねんけど。まだまだやな。冬までまだまだやな。虫がおるってことは、
はようございます。エゾマクめっちゃ寝れました。寝すぎた。5時に起きよう思ってた。6時やった。意外と爆睡できました。ということでちょっと遅くなっちゃったんで、早速ご飯パン焼いてコーヒー入れようかなと思います。ちょっと水は湧き水が出てるので、そこを汲みに行きます。いやでもあれやね、なんか穴場みたいな感じでこの場所聞いてきたけど、結構人おってびっくりしたんやけどね。あのこういう穴場キャンプ場、皆さん一つは知ってるんかなってちょっとふと思ったんで、もしその穴場キャンプ場ママさんやったら教えていいかなって思ったら、インスタとかあの X なんでもいいんで DM ください。行けそうなとこちょっと行ってみたいなと思うんで、ぜひ教えてください。一応湧き水やからね、ちょっと一回沸かして沸騰させてから飲んだ方が安全かなって勝手に思ったわけやけど、わあ、朝はちょっとやっぱり冷え込むな。そんな時はこちら。これめっちゃいいんですよ。これあのポータブルバッテリーにも使えるし、ここを長押しするとなんとここが赤になった時はカイロになるんですよ。めっちゃあったかい。であったかさも3段階調節できて、1個でも使えるし分けて使える。これポケットに入れとったらね、全然冷え込み方がちゃうから、これちょっと寒い時はこれめっちゃいいです。あの概要欄にリンク貼っとくんで、安い時に買うとめっちゃお得です。楽天までぜひ、私も一応楽天ルーム作ってるんで検索していただけたらなって思います。ここで宣伝させてもらいます。パイティアをママでやってますので検索お願いします。こんな感じかな。あれやね、同じキャンプしててもいろんな人おって
面白いわ。特にこういうなんかね、誰でも来れるキャンプ場はいろんな人見れてほんま面白い。朝に飲むコーヒーが一番うまいわ。さあパンでも焼こうかな。初めはジブリ飯でハウル あのベーコンエッグ塩思てんけど、ベーコン忘れた時点でもうこれはもうパズーや。パズーのあの目玉焼き食パンにのしたけど目玉焼きを先食べるっていうね、あれやろう思って、そうパズーにします。今日はパズー飯作ります。木の双子やった。あ、すやすやすや。木の双子やった。割れたわ、今回。まあまあ、いいけど。無理やな、これな。無理や。絶対無理や。あ、もうほぼスクランブル。こんなもんでいいよ。よし。チリチリ言ってる。あ、燃える。パンって燃えんねや。あつ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 。やばいやばいやばい。こんなもんかな。あ、こんなもんでいいかな。はい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 。オッケー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 。やけどするわ。よいしょ。ほっほっよっ。はい、おいしい。できました。どうかな。うん、おいしい。マヨネーズとほりにしが合う。これは新発見。うまい。ベーコン忘れても大丈夫やな。うん、これはうまいわ。
お腹いっぱいになったんで、ちょっと撤収していこうかなと思ってます。今回は自然公園でソロキャンプをするという動画を撮ってみましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。ちょっと甘噛みしちゃいましたけどね。もうでも今11月初めやけど、めっちゃ寒い。今9時前、寒くてね、ちょっと寒いね、パパさん。それなんかのポーズ出まし、分かる人には分かる、出まし、分かる人には分かるポーズらしいです、はい、どうでしたかママさん、ソロキャンプ満喫できました？めっちゃ満喫できました。もうソロキャンプっていうねこと自体私ビビってるんで、しかもこの自然公園ってことはいろんな人が入ってくる、初めてこんな裏方に徹底した。何回ね、まではでいいってなった。だからやっぱ私一人でソロキャンプ撮ったら、動画的にこの映像がね、なんやこれっていつもダメ出しされるから、まあ勉強プラスソロキャンプ気分も味わう。そうプラスもうね、自然公園、そんなね、また何かあった時、しかも電波がないっていう、ここ電波ないからね。連絡取りようないから、そんなとこ一人で行かれへんから。でも同じ公園というカテゴリーにしては全然良かったやろ。うん、そうやね。何やったっけ、なんとか、なんとか、なんとかデイズ。ピー入れなね。なんとかデイズ、なんとかデイズ。同じ公園とは思わへん。そうそうそう、まあでもいろんな人は出入りしてたけどな。そう、そういうことで、ソロキャンプの体で初めて体という動画いたまし撮ってもらいました。大丈夫、はい、魚取りに必死になってたハルタ君もいました。どうやった、ハルタ、ここのキャンプ場、キャンプ場ちゃうわ、公園やねんけどな、うん、公園でキャンプしたけど、どうやった、生き物ね、こんな公園のキャンプじゃん、キャンパーめっちゃおる。キャンパーめっちゃおったな。ほんで生き物もいっぱいおったな。カニもおるし魚もおるから、ハルタ君も楽しめたみたいです。はい、じゃあ今回の動画はこんな動画でした。最後までご視聴ありがとうございます。最後まで見た方がこの裏情報を知ってもらえるっていうね、楽しかったね。じゃあ、あとはチャンネル登録とグッドボタン忘れずによろしくお願いします。ワイテアチャンネルママでした。よっしゃ、おすごい、忘れてる忘れてる、ママさん、え、なになに、ツバイチから、ツバイチからお届けすんの、それお届けしましょうよ。お届けしちゃいましょう、最後やりたいみたいなんで、じゃあ皆さんで一緒にやりましょうか。次回の動画でもお会いしましょう。はい、バーイ。Thank you.